皆さん、こんにちは。セルインク株式会社です。こちらでは弊社のバイオ 3D プリンティング技術についてご案内いたします。近年、細胞培養の手法は伝統的な二次元培養から細胞の機能を最大限に発揮できる 3D 培養へ大きくシフトしています。とりわけこの数年はバイオ 3D プリンティングと呼ばれる新たな造形手法を取り入れることによって、圧倒的に優れた培養モデルや組織工学モデルの構築が可能になってきております。こちらにバイオプリンティングの一連の流れをまとめた図をご用意いたしました。バイオプリンティングの実験はまずコンピューター上で 3D モデルデータをご用意するところから始まります。その後、望みの細胞とバイオインクと呼ばれるヒドロゲルを混ぜ、組織を造形し培養する流れです。育てた再生組織はこちらでご覧いただける通り、白銅など使用した細胞種に合わせた表現形を示します。弊社セルインクは2016年にスウェーデンで創業したバイオプリンティング分野のリーディングカンパニーです。業界のパイオニアとして多様な手法のバイオプリンティング技術を展開しております。アプリケーションを含め、お客様のご用途に合わせた情報を多数ご用意しておりますので、ぜひご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。以上となります。こちらのご案内をご覧いただき誠にありがとうございました。